スペイン一部マジョルカは現地時間9月23日に行われるラリーが第6節でベティスと対戦するが、日本代表フォワード浅野拓磨が欠場する可能性が出てきた。10月以降も2026年北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選を控える森保ジャパンにとっても不安が募る。写真、現役日本代表が交際宣言した元トップアイドル色気がすごい最新ショット。 アサノは今シーズン、ドイツ一部ボーフムからマジョルカへ移籍。初のスペイン挑戦となるアタッカーは、開幕説であるマドリード戦でゴールこそなかったが献身的守備で1対1のドローに貢献。後半途中交代でピッチを下がる際は、スタンドから大きな拍手も送られていた。ここまで6試合、第7節を17日に消化、全試合に出場。 合計321分間プレイしている。第5節ビジャレアル戦、14日、1から2、では積極的仕掛けからオーンゴールを誘発するなど存在感を放っており、すでにマジョルカの重要な戦力となった。だがスペイン氏、マルカは、ここ数日、体の不調を抱えているため、出場できない可能性があると自節欠場の可能性を指摘している。同メディアによると、 今週の金曜日、20日、サイドラインでトレーニングを行っており、メディカルスタッフが必要と判断すれば、招集リストから外れるかもしれない。他のメンバーと共にトレーニングすることができなかった、という。丸かしでも、ビジャレアル戦でのゴールは彼の功績。ハゴバーラさテ監督にとって重要な存在であり、マジョルカでもラリーナでも名を馳せている選手である、と浅野を絶賛しつつ。 彼が欠場すれば新戦力に道が開けるかもしれないといった予想を立てている。浅野は9月の W ハイアジア最終予選で活躍したメンバーの一人。10月以降も代表戦を控える日本代表にとっても今後の経過が気になるところだ。